と言ったるで。2回目や。2回目や。こうコツはバッチリ。野球選手たるもの。どこがポイントだったら。まずね、はい、一つ遠くを見ることはまあ大事。おじいちゃんの言うこと、それはまあ大事。でもやっぱり左のこれはポイント、こいつを合わせること。この距離感。左のあの棒を常々見て、ジョーの目線見てて。ほらチラッと見てるでしょ。ほら。この感覚が多分大事だと思う。俺の予想では。これを常々見とけば、あ、ちょっとずれたと思ったらまた修正する。ただこっちばっか見るとダメっていうのも分かるんだけど、でもこっちが基本だね。基本。はい、行ってきます。以上も以上一緒に。行ってきます。何チャージしてる。何チャージしてる。これを極めて買うこと。まずね、これ要するにあの基本動作です、野球で言う。でも苗をチャージって言って、僕らの業界ではナイチャーって言って。ナイチャーっていうのはもう僕らの農家言葉です。野球用語あるじゃないですか。はい、農家用語でナイチャーです。言ったことないです。何でも言ったもん勝ちちゃうんかい。こっから農家を流行らせていくっていう。若い子たちそういうの好きなのよ。ナイチャーとかで。じゃあナイチャーやっちゃおうかって。そういうので今、どんどん若い子たちに知ってもらうためにも。あー。今日の昼のおにぎりが楽しみだな。お姉さんのナイチャーどうですか。お姉さんのナイチャーもうその道の人かと思います。ナイチャーは完璧。ナイチャー今もうすごいですね。スムーズで。難しい。おお。うわ悪くない。さっきより。うわー難しい。けどちょっとポイントをねこっち合わせたから。いや。すぐ出たー。めっちゃ気持ちいい。すげえ。これを胸ロードと名付けよう。結構集中します。いやめちゃくちゃ集中する。このねやっぱ横の感覚と前と UFO キャッチャー、わかる？ UFO キャッチしてる？してる。あのイメージずっと UFO キャッチャーをいつも UFO キャッチャーをこうしてるイメージ。すごいわ。農家の人たち、俺は無駄に力が入るから、これがやっぱ握りすぎてるよね。パンパンやもん、すでに超ウェイトトレーニングだ。こんなとこどうか鍛えないと思うんだよ。ここでは無駄に力が入るんで、無駄に力が入ってる証拠。ね、一人でできた2回目にしてちょっとコツをつかんだ。宗さんの田植え、初田植えはどうでした？いやもうセンスがやっぱり違いますね。センスがやっぱり。あの一発目やっぱ曲がるのはしょうがないんですよ、はい、だけど2本目行った時にもう自分で修正しながらやってたんで、ほぼまっすぐ行ってるんで、だ最初に植えたところと比べてもらえば全然違う。このラインが宗さんね。2ライン宗さんで、はい、この辺か、ちょうどこの辺です。ほぼ戻った。綺麗にしないと恥ずかしいでやって言って、やっぱ他の田んぼといろいろあるんだろうね。ナブチとか福田とさんとか、やっぱその中であと橋本さんとかいて、ああナブチけどちょっと綺麗じゃないべやなとかあるんだろうね。なんか多分あります。ほらありますけど、あんま僕気にしないですね。結局入ってる苗の量一緒なんで。あ、そうだよね。だいたいそれなりに植わってればね、別に
その芸術作品じゃねえんだ、見栄えじゃなくて味なんだ。お味なんだ。要はね、うまい選手は必要ない、強い選手なんだって。強い選手が必要だ。うまいのも必要かもしれないけど、うまいだけじゃ勝てないわけ。やっぱ強い選手結局は。うちのおじいちゃんだから見栄えも味もって人だったんで。だからおじいちゃんやっぱ職人、手間がかかっても綺麗にいいもの作るっていうおじいちゃん。まだその域には自分足してないんで。すごいよね。まっすぐ難しいよ。まっすぐな人間じゃないからさ、ひねくれた性格の野球選手。胸さんらしい、うん、僕らしい胸ロード、うん、曲がりくねた道の先に曲がりくねた稲の先にですね。いいですね。いいね。いい曲でした。気持ちいいで、ね、あ、やっぱジョーはうまいわ。軸がぶれてない。背中がお父さんの背中になってる。まだ若干28歳ですけど、やつは。機会がない時の時はどれぐらい大変か分かるわ。いない、やっぱこうやってね、一個ずつスクワットよ。スクワットじゃないね、デッドリフトだな。分かる。デッドリフト、これもんよ。いや、また割り、また割り、もしかしたらいい内野手になれるかもしれない。最後ちょっとまた割り式で俺も入れていきたいと思います。こうこうやって、どうなるだろう。こんにちは。あ、ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。ねえ、もう結構胸チャンネル見てくれてる人が多くて、ねえ、女王を言われるし、新しいコンテンツだね。なんかうちはね、なんか俺も最初そんな知らなかったけど、なんかなんか不安ふんわりしてるけど、締めるとこ締めるという、なんか僕らしくいいの、メリハリで、メリハリが。好きな人が好きと思ってね。みんなにこだわらないと思う。ありがとうございます。もう今は稲を、皆さん、僕も稲に癒されてるんで、やっぱ普段ね、やっぱやらないことだし、瞑想状態に入れる。入る、うん、いやでもまだね、俺はそこまで行ってないけど、多分慣れると思う。極めていくと野球のこと考えれないんだもん。ただまっすぐ、ただまっすぐ だからまっすぐ、まっすぐっていう中渕さんの歌があるんだけど、まっすぐっていう曲が、それが流れてるもん。それしか流れてないから。いや、じいさんすごいね、やっぱベテランの技が。いやでもじいちゃんも嬉しいっぺよ、ほんと。しょっちゅう喧嘩してますよ。いや、いいよ、孫と喧嘩できるなんかないよ。普通に考えて、じいちゃんと喧嘩できるなんてさ。まあそうですね。そうよ、いつかお前も孫できた時に喧嘩するんやん。ジョーの孫やから言ってくるから、何言ったよ、これが俺がやってきたことだっぺとか言って、そしたらもうジョー神社黙ってけ、ただ昔のやつ、今はもっと効率いいドローン使うんだよとか言って、ドローンとか言っちゃって、言い出す。それをいつも僕やってんすけど、ジャーって俺、もう何が違うのかが分かんないことを違うって言われるから、なるほど、やってくれって、じゃあやってくれって。わ、いいね、いちいち説明しない。うん、違うのは違うんだと、自分で考えろ。じゃあもう見て覚えろ。うん、いやー、いいこと、いいこと。感覚なんだから、言ったって分かんねえだろ、どうせって言われる。なるほど、いいよ、好きよ。野球にもサッカーにも、何にもスポーツにつながることよ。84歳でしょ、そしたら王さん、会長と同じぐらいかな。じゃないですか、だかその時代ですね、まさに。そうだね、長嶋さん、王さんの時代で。時代にジャイアンツ大好きだね。じゃあこれはもう、以前、今5月、どれぐらいの大体、何ヶ月した伸び、
あのお茶と一緒で88日だから3ヶ月ぐらい。だからまあ88だって。いや88、今5月、まあ8月の終わりくらいから9月いっぱいぐらいにかけて収穫。うわー、今年はやってないけど田んぼアートっていうのを毎年やってたんですよ。田んぼアート、田んぼに気になる、気になる、絵を描くっていうか、もう稲の色が違くて、それで鉄腕アートみたいなそういうの作ってた。いい、やっぱ映えるやつね。今年はちょっとコロナの関係で、じゃあ稲の 色をちょっと変えるんだ。もうそうです、稲に要は、まあ、害がない、害がないような色をつけて。わあ、それ若者が好き。いや、やっぱそれぐらい注目してほしいってことですよ。若い子たち、ぜひ胸チャンネル見てる人たち、ぜひね、稲ともう一回語り合ってほしいです。こういう仕事もあるから、いろんなとこの仕事ってあると思うんだけど、稲のこうやって稲と語られる仕事もすごく大事なことです。気持ちいいし、むしろ稲との会話なんで、稲と自然との会話なんで、なんか戦ってるものが壮大です、うん、あなたの会社の先輩とか上司とかね、戦う必要がない。稲が上司であり部下である。自然と戦ってる、うん、自然を相手にするという。これ去年かな、こういう、すごいやん。これ白馬に乗ったなんとか、これ田んぼにあるんです。やばいって、これうちの田んぼで、やったの。これすごいね。あとこれは、こんにちは。ライブ始まるの遅いな、9時からじゃなかったんか。ちょっと遅くなるし、隣の深田っす。あ、隣の正尾さん。正尾さん、川崎、川崎さんっす。ゴールデンなんべ。そう、ゴールデン、ゴールデン。田んぼとは来たかい。来てない。田んぼ跡は来てない。来てねえよな。はい。ちょっとあそこで田んぼ跡やってたんだよ。ね、やってた。聞きました。見せてもらいました。前々回か。前々回。前回は違うもんな。前回は違う。この辺で一番鉄人の方。いや、オッケー。鉄人の。じいちゃんも、じいちゃんも面白い。いや、もう鉄人。エンペラーと鉄人で。鉄人。いや、先輩が運転してる。先輩、ほら、運転してるっぺよ。この人はもう3時から田んぼやってるから。3時に起きて田んぼやるから。3時起きて田んぼ、すごい。今日初めて、まーちゃん、やらせてもらいました、これを。難しかったんべ。難しいよな。難しい。いつも俺怒られてもね。俺は大変だから、手放しだから、もう。今の作業機は。これじゃなくて、衛星からのやってんの使ってんだよ。もう、全部電波の GPS で、GPS、うん、の機械は GPS で。なんか、まっすぐのとこ、まっすぐのとこはハンドルいらない。あー、こういうことは最新があるんだね。あれ、遺跡、こぼった。遺跡もあるよ。あるよね。うん、遺跡。ちょっと安くしてもらうべよ。これ GPS がついとったらまっすぐずーっと行けるわけよね。すごいっす。すごい。旋回だけやな、自分の手で旋回しなくちゃなんだけど、最初は覚えさせて、そうすれば。その通り、うん、そうだよね。田んぼの形はずっと変わらないわけじゃん。そうっす。あれないな、なんか相当な水害がない限りはずっと毎年一緒なわけだから、一回覚えてしまえばさ。そういうことです。その機械設定して。あ、マーチャー鉄人か。マーチャー鉄人な。やっべ、この辺の鉄人です。彼は一人でうちの寮の倍ぐらいや。うちの寮ぐらいか。これマーチャーのとこの名字は何？福田さん。名淵です。あ、名淵の鉄人。親戚なんです。あ、隣んちなんで。じゃあもう名淵系の最強、なんていうか、シャーズナブルみたいな。でキングダムでいう王毅みたいな。だからマーチャーはうちのおじいちゃんにそういうの教わって。ああ。今うちのじいさん、わかんないことあったらマーチャーに聞け。なるほどなるほど、すげえ。マーチャーじゃない。二人にいつも怒られてる。ああ、冗談それはダメっぺ。こっちから言われて、ウェーンって今見たら来て、あーめ何やってんだーって言われて。だから気になって見に来てくれて。ああ、ありがとう、嬉しいね。この人がさっきのナンバーとか全部言うんですよ。一人。マーチャーのやつだったんだ、さ。若いしとこうやってね、やって嬉しい。こうやって農家がね、ちょっとずつみんなに。あと1週間経ったらほら、小麦狩りってのやるんですか。あ、小麦も買って麦も、でも一番この辺で麦作ってますね。ほんと作って、もううちはマーちゃんの取ってきた麦を食べてた可能性がある。俺はスパゲティとか食っとったら。やっぱみんなね、こう若い人に聞いてほしい。こういうのを取って、みんなパスタ食べてんで、パスタとかピザとかうどんとか、こういうとこから生まれてる。どっから生まれて生きているっていう、たずればね、また面白いでごわすから、ぜひね、田植え皆さん経験しに来てください。ね、野球ばっかやってる場合じゃないだろ。田植えもせない、頑張れ。
これからは田植えが女にモテるっていうのを見せてやるから、ジョーが。ジョーがコロナで去年もんだからな、そうだね、やる予定でいたんだけど中止になっちゃって、で今年はほら人が集まるから市が変わっ市長が変わったろ、はい、それなんで予算な節約じゃねえけども あれでもいろいろ切られてたんでね、切られて、まあ、そういうもんじゃなかんべと思うんだけどな、うん、人が来るんだからいっぱいさ、人が来ないことには何も生まれないべ。しかもこんだけの田んぼがあるんだよ、こんだけの田んぼが何か活用しないといけない。こういうの僕のチャンネルでもね、はい、まあちゃんよ見てもらってね、みんなに分かりたいと見てもらって興味示してもらうのが僕の、ね、使命だし、こういう YouTube チャンネルで今回初 YouTube、 そうっすね、ラブチケのデビューです。そうっす、これからラブチが全国移動は言えず世界に、そうっすね、だから世界を見据えたビジネスと、そうっすね、これが何十年後かもうドローンとかできちゃうから、ドローンでもうダダダダダダっていっちゃうから、はぁーって。実際あるんですかドローンの？ある、農薬散布、この後除草剤、はい、あー除草剤、そうなってくると農家の中国の米のとこなんてもうドローンでやってる可能性あるわよ、ね、ありますね、全部 GPS だ。まーちゃんもずっと何歳からやってますか？カルプレカルプレって上古輪の時からだよな。あーじゃあ二十歳ぐらい、うん、あー二十歳ぐらいからだな、50年ぐらいかまあ言うなっちゃ計算は大体でいっちゃうし、大体ね、大体大体半世紀、半世紀、半世紀、うん、それもバレるだべよ。それでやるなって、まあ30ぐらいからだからな、それまで親父の手伝いだったけどな。ああそうか、お父さんがやっぱ手伝ってきて、うん、最初はどうですか、嫌じゃなかったですか、二十歳ぐらいの時は。まー、あ、ちゃん、いやうちやんなくちゃなんねっても頭があったから、いつか家でやんないといつかやらないといけないですけど、そう俺もそう、結局やんなきゃいけないのがあったから。じゃあもう若い時から違うことをねやりたいと思うけど、やっぱどっかで農家のもうや、まあ、絶対やらないといけな いつかは遅から早からやらないといけないわけだからと。ジョー見てね、いいことだよ、ね、いいこと、うん、ほら褒めてくれ、いや、何いつも褒めてるぜいつもね、褒めてくれてる、ね、やっぱ伝承だもんね、うん、13代続いてるんだから。13代ってことはさ、とんでもない時間じゃない。13代前の名渕の先祖先祖さんが見て今喜んどるよ、うん、そういうことよ。最初の1代目の名渕さんがまさかと思ってないよ、そうですね、こんな続くと確かにね、そうですね、俺思うよ、行くか、ちょっと墓参りに。じいちゃんとこどこや、ちょっと名渕家のじいちゃんとこ墓参り行ってご先祖様のパワーをもらってさ、こう見てみ、この自然との戦い。